音を一発毎日が本番始まりました、2日目の営業が終わりました。ありがとうございます。2日連続来てくれたお客さんがいました。ありがとうございます。そのお客さんからですね、昨日ちょっと下味にちょっと強さがあるんじゃないかっていう指摘を受けたんですね。でまあ昨日のその指摘を受けてからずっとマルセロと話を進めてて、で今日はまあこういう感じでいこうという、まあ今日の課題だったんでね、そこが一つの、そこをまあ話し合って、でその人にお客さんに食べてもらったんですけど、喜んでもらいました。本当昨日の指摘ありがとうございます。今日のね課題となって、それが僕たちの中で考えてやったことが間違いじゃなかったんだなっていう、まあ、答えも出たので本当にありがとうございました。あと、お花たくさんいただいてますですけど、本当に嬉しいです、ですけどとんかつより眩しい、こんなね高級なお花申し訳ないです。本当にこれあれだね、気持ちだけで本当に嬉しいからね。で僕は18から3年間花屋で働いてたんで、もう本当にもう花の魅力なんていうのは分かってます。気持ち入ってるね。克実真子ちゃん、ありがとうございます。綺麗だな。あと、今日最後に来てくれたお客さんですね、谷中上野の方なんだよね、そっちの方から平井になんかクリーニング屋になんかあって、それで来てくれたんだよな、それでなんかクリーニング取り終わって帰ろうかな、だけどちょっとなんか飯でも食ってこうかなみたいになったら、たまたまとんかつ屋みたいなのあるので、で入ってきてくれた。それでその方は、上ロースを食べてくれたんだけど、もぐ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 って食べて、でまあどうでしたと、とんかつどうですか、うちのどうですかって言ったら、今までね上野とかで界隈でバン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 食い歩いてきたとんかつマニアが、今まで食った中で一番うまいとんかつって言ってくれました。ありがとうございます。やっててよかった。いやー2日目だけどね、マジで、よかったよかった。ああよかったな、あなたといて、でその人は谷中の商店街で学生服屋さんをやってるんだよね、多分親の代からとかずっとだろうな。学ランとか、なんだろうね、セーラー服とか、なんだブレザーとかな、体操服とか、売ってんだろうな。何か俺も買ってやりたい気分になってるからね、だけどな、あ、じゃあちょっとやってみるか。俺が谷中の学生服屋さん行っちゃう、やってみるか。よし。でその谷中の学生服屋さんは今ね、これから先学生服屋さんでありながら奥のスペースを使ってコーヒー屋さんをやるんだって、ちょっとそれ謎だよね、その学生服屋さんの奥で売ってるコーヒーがめちゃうまいとかあるからね、あるからね、まあコーヒー飲みに行けばいいのか、そうだな、みんなコーヒー飲みに行け、学生服屋さん行って奥の方で、多分学生服こうやってやって奥入ってったらあるんだろうな、コーヒースペースが。途中なんか裏ボタンコーナーとかボンタンとかわかんない、わかんないけど、だけど何、俺何買おうかな、じゃあそうだ、やろう。じゃあそんな感じのお店に俺がいきなり突撃しちゃった場合、
カランカラン。あ、いらっしゃいませ。お、とんかつ屋さんの。ああ、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。あ、コーヒー、コーヒー、コーヒーですよね。あ、今作ります。いや、コーヒーなんかいらねえ。まず、ブルマ、10枚くれ。捕まりますね。これダメ、これダメ。これダメ、これダメだね。これダメだ。これダメ。久しぶりに手入れたんで、ダメだ、これダメだ。みんな見てるからね。親とかやめよ。うん、で、まあ、嬉しかったんですよね。一発的に。うん。本当、客商売なんていうのは、本当こういうの、いろいろだよ。本当に。ここの町に住んでない人が来てくれて感動したとかね。で、まあ、俺、ブルマは行かないけど、なんか、コーヒーは飲みに行ったりすれば、もうそれ関係だし。うん、いや、うん、出会いあるよね。うん、そういうの案外好きだったら飲食店とかありかもしんない。うん、うん、この出会い大事にしたいね。うん、まあそんなこんなで2日間楽しくやってます。明日土曜、明後日日曜、2日間、お休みします。スタッフの体調管理もあるので2日間休みます。そして月曜からまた平井とんかつパンパン勝ち飛ばしていくんで、チャンネル登録よろしくお願いします。強盗一発、毎日が本番からのやっちゃうんだよね。やっぱりやっちゃうんだよね。今日は難しいぞ。行くぞ。あっち向いて